はいどうもこんにちは、ゆころです。今回はこちら、リーダーエレメイ使っていこうと思います。闇属性の HP と攻撃力が2倍になって指を4秒伸ばしてくれます。初心者の方でもガチでの方なら超いいパズルを。初心者の方なら安定したパズルをできます。光闇の同時攻撃で攻撃力が8倍、1コムか3っていう感じでね。すごい強いキャラになってます。で、6号で使ってもいいんですが、もちろん今回7、6でいけますね。フレンドはオーフェン使っていきます。76マスで8コンボ以上でこういう感じです。はい、76マスでね、回復力も高いんで、この子採用していきます。で、パーティー紹介ですね。はい、まずエレメイにブラックシンカリオンですね。ここはまあ、闇泥鏡武器とかなら何でもいいですが、軽く底上げしたかったんで、ブラックシンカリオン使います。ネリガンでも同じ理由です。ネリガンって2枚に関していない方はヒエとかで代用できます。で、1体ヒエにしてもらって、もう1体に吸収無効を入れておいてください。必ずね、12階層の、マシンアテナ13階層のデュルガを対策できるように2ターン吸収無効を入れておいてあげてください。で、フェンリルはリムルル装備継承です。クライム耐性 100% にしたかったのでリムルル装備つけています。聴覚性は雲耐性必須ですね。まあ、リムルルない人は適当にね、ネリガンとかのアシストを変えてあげてください。暗闇耐性を埋めてもらえれば OK です。で、キバガミ聴覚性バインドの暗闇耐性武器ですね。で、オーフェンにカムイ継承です。オーフェンのね、カムイを貯めたいので、キバガミ入れてます。まあ、吸収無効をサブに入れてる場合に関しては、スキルブーストとかどうでもいいんで適当なキャラにしてあげてもらって OK ですが、このパーティーの場合ね、マシンアテナのシケリアストライクたまんないんで、全階層ワンパンしていけば、ギリギリスキルが1ターンで貯まるようになってます。なので、シケリアストライクは、食らわなくていいと。っていう感じのパーティーです。まあ一応ですけどね、別に道中全部ワンパンした場合のことを想定してパーティー組んだんですけど、別に途中でスキル試してもらえれば、スキルベースもそんないらないんで心配しないでください。じゃあ行っていきましょう。まず1階層ですね。闇のゴゲシと光のゴゲシとかで倒していきます。こんな感じかな。これで OK ですね。初手はもうこれで倒せるんで、闇のゴプラス木のゴもしくは闇のゴプラス光のゴで突破してください。で続きまして2階層。セルケトが来た場合はもうエレメイ撃っちゃっても OK です。ただ次の階層でナロがさらに来るとナロの方がうざいんで僕は今回撃ちません。まあ一応無効感だけ組んでおいてね、闇泥鏡1個でも含んでおけば軽く上がるんで、闇泥鏡も含みながら火力をしっかりと出していきます。追い打ちはいらないんでこんな感じかな。指はね、ちなみにね、今の状況で何秒ぐらいあるんだろうね。ちょっと見てみよう、転がったら。はい、一旦とりあえずこれでまず火力出していきます。火力は2億と1億4000万ぐらいですね。相当オーフェンとキバガミが強いというのは分かるよね、この時点で。で、ナロ来ましたね、実際に。で、これね、ここの場合はもうリムルル使っちゃってもいいぐらいにね、しっかりと光以外を全力コンボで突破してください。エレメの場合、間違えた。ナロの場合はエレメ打ってあげてください。指はちなみにね、19秒あります。やばすぎ。19秒やばいな、普通に。スカーレット食らっても、つまり何秒あるんだ ?17 秒あるのか。キターニア食らったら 28.5 秒になるんでしょう。やばくね。で、これでエレメイの火力も含めて見てみましょう。闇泥鏡1個で 2.8 倍とかエンハンスかかってますね。エレメイが2億4000万、キバガミが2億1000万、オーフェンが3億5000万。どれも強いっすね。オーフェンに関してはね、無効感もなくて強いからね、超やばいよね。で、ここは、緑オーディン以外の場合はリムルル使ってあげてください。このためにリムルル装備つけています。はい。まあ、属性吸収無効ない場合はね、別にここで5ターン耐久してもらえればいいんですが、めんどくさいんで、リムルルつけてるって感じです。はい。こんな感じかな。では、しっかりと回復して突破していきましょう。10コンボ仕上げればね、毎回オーフェン強いんで、もう闇泥鏡エンハンスのおかげで。はい。これでも多分オーフェン相当な火力出るんで、5億5000万。強すぎ?マジで。このパーティーちなみにオーフェンの火力がメインですね。明らかに見てわかる通り。オーフェンがマジで頑張ってくるって感じ。はい。で、ここも普通に倒していきます。もう火力がね、もうバカなんではっきり言って。道中はマジで、もう何も考えずに闇と光コンボしておけば全部倒れていきます。マジで。ほんとやばい。ちなみに9コンボの場合だと、結構火力は一気にガクって下がるけど、それでもまあ火力はまんま出てるよね。お、倒せなかった。マジか。まあ、軽減ありパーティーなんでね、キラーも耐久できますが、倒せなかったんでもう一回コンボして突破していきましょう。めんどくなるのは6階層からかな、いつも通り。まあ、どんなパーティーでも一緒だよな。6階層からめんどくなってきます。もう序盤は遊んでるだけですね。はい、じゃあこれで突破していきましょう。OK。最近ね、攻略動画撮るのすげえ楽しいんだけどさ、滑舌の心配がすごくてさ、マジで。最近すごいいろんな人見てくれてるから嬉しいんだけど、やっぱね、早口言葉とかやばいからね。生麦、生米、生卵、隣にかけようかけよう、やばい。いきます。長いぞ、フェンリルイズ打ちます。生麦、生米、生卵入れただけでも褒めてほしいですね。
で、ここは普通に闇と光のコンボで倒していきましょう。で、あとさ、魔法石の、なんだっけ、20個もらえます。セカンドチャンスみたいなやつ。あれどうなんだろうね。なんか一応俺は待った方がお得だと思うんだけど、まあ実際待ったところで本当にもらえるかどうかの情報もわかんないわけじゃん。だから実は意味ないんじゃないかみたいな噂も立ってるからね。あれ結構なんか微妙な感じではありますけど。まあ少なくとも言えるのは、待っておいて損することが1ミリもないんで、もしかしたら80個出るかもしれないっていう意図を込めて待っておく価値は十分あるよね。てかなんで上井さんってあれなんだろうね。今発表したんだろうね。なんか個人的にはまあ、ね、28日で全然ちょうどいい感じだと思ったんですけど、なぜか今日発表ということで、まああれかな、ディズニーと被せたくなかったのかな、多分ディズニーコラボと、多分そうだと思いますが、ディズニーだったっけ、ミッキーマウスコラボだっけ、忘れたけど、なんか謎でしたよね。あ、てか指 28.5 秒あるんですね。事件ですね、事件。本当は 28.5 秒みんなに体験してほしいんだけど、体験してもらおうかな、せっかくだから。すでに長い。長すぎて喋ることないよ、もう。長すぎて喋ることない。もうね、長すぎると、まあ、長すぎると、人は喋ることがなくなるという検証結果だけ出ましたね。だ今の28秒の分、あの尺がやばいんで、カットしますね、カット。で、まあ、グリフォンライダーの場合は、めんどくさいけど、ルーレットを我慢しながらパズルしていってください。ツバイハンダーの場合に関してはもう何も心配いりません。闇光で考慮するんで、しっかりと全力をもしていきましょう。エスナイドロップ回復は不要ですね。これで突破していきます。OK。で、ここでちょうどネルギガンテも溜まるって感じになってます。5ターン周期なんで。ちょうどここで溜まります。はい。そして11階層。下にブラキ来てる場合は、ここら辺でエレメイ撃っておいてあげてくださいね。回復力上がるんで。はい。お邪魔耐性は 100% なんでね。これ間に合うな。ちょっと光呼ぶわ、一回。操作時間長すぎた。間に合っちゃったわ、光生成まで全部。はい、で追い打ち組みながら倒していきます。はい、 OK ですね。で、続きまして12階層。はい、来ましたね、マシンやってな。ここまでに貯めておきたかったんで、今回はスキルブーストを牙が見入れてめっちゃ積んでました。まあだから別にここまで下ってれば問題もないんで、そんな気にする必要ないんですけどね。お前消すのか、エネルギーガンって忘れてたわ。消されたんで、ムカつくんで全力コンボしていきます。まあでもルーレットもあるし、操作時間も長いんで、正直別に、ここまでの問題じゃないんだけどね。ネルギガンテが消えることに関しては。まあ、そもそもだってリーダースキルの発動条件が闇と光消すだけなんで、ね、あと8個もすればいいだけなんで、めっちゃ簡単なんでね。そもそもそんな心配いらないんだけどね。はい。これで突破していきます。ナイス、軽く。やっぱ強えな、オーフェン、マジで。オーフェンがアタッカーとして有能すぎる。で、3階層。ここは吸収無効使ってるんで、このまま追い打ちで突破していきましょう。吸収無効使ってる場合、こいつら癒しなんでね。はい、こんな感じでしっかりとパズルしていって突破していきます。はい、光も消えてるんで OK ですね。おっと、運営からの通知が来たな。ちょっと確認するわ。カット。とりあえずこれで倒していきます。 OK、 ナイス、軽く。はい、ただいま帰りました、ユーコールです。いや、内容すごかったっすね。ズルはさせないっていう感じの修正でしたね。まあある意味僕が動画にしたことでなおさら気づいてくれたのかなと思いますが、まあツイッターですでにめっちゃ話題やったんでね。まあそりゃそうですよね。まあ僕が今回の件で思ってるのは、まあ運営の甘さですよね、明らかに。だって普通気づくくない？どうなんだろう、気づかないもんなのかな。で、しかもわざわざそれを2日前に発表して、しかも修正入るってね。で、しかもその修正の内容がさ、メールが残ってる場合はダメですってことは、まあガチャを貯めておくことはできなくなったっていうね。まあ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 、そんなもんか。うん、まあ仕方ないんじゃないですかね。まあ、一つだけでも納得できないのは、ユーコールが悪いみたいに言ってる人いたんですけど、多分俺は今回の件1ミリも悪くないと思う、ガチで。そうだってね、普通に考えてやばくない？魔法石20個追加でもらえる。あ、でもじゃあ参加条件満たしてたらお得じゃん、やろう。すいません、その方法は嘘です、やっぱりやめます、抽選方法を変えます、こっちにしてくださいっていきなり言われてるんだよ。結構やばいよね。まあまあまあ、そんなことは置いといてね、引き続きこのパーティー使っていきましょう。ちょっと時間空いたんで、このパーティーどんなこと話してましたっけ。最強ぶっ壊れチートって言ってたかな、ちょっとわかんないけど、最強チートぶっ壊れ強すぎやばいって言ってたらそれ嘘なんで気にしないでください。はい、じゃあ使っていきましょう。
ここはまあ10コム組んでしっかりと4倍回復の力を使いまして 4.5 倍ですね。はい、こんな感じで回復して突破していきます。ナイスカルク。オッケー、突破していく。で、続きまして17階層。ここね、あ、来ませんでしたね。ヘラニクスが来た場合は軽減貼ってもらってから耐久、そして次のターン決済ドロップ回復を消えるまで耐久してから突破していってください。バースの場合はご了承 OK です。はい、バース、まあエルミーの神キラー3突もあるんで倒せるんじゃないんですかね。まあちょっとネルギガンテ打っちゃいまして、追いつく見ながら倒していきましょうか。入ります。ここで闇作って、これ持ってきて、ほい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 。あー、これむずいよ、これむずいよ。こっからこうでしょ、全然むずくねえし全然むずくねえし、びっくりした。はい、オッケーですね。これで追い打ち無効感含む10コンボで、エレミーの神キラー3突も乗るし、ドロキョウも乗るんで火力当たれると思います。11コンボ、ナイス火力。2億1000万からの神キラーで突破していく。ナイス、エレミーの神キラー。そして続きまして18階層。ここが一番難しいんで、ここでエレミー。ダメよ、この動画。おもんねえ。そうかな。あ、はいはい。ヘンリルね。上がった上がった。はい。はいはい。ムカつくわ、ほんまこいつ、マジこいつだけガチで嫌い。もうこいつほんと嫌い。なんでこのキャラ裏営業にやっぱ逆ギですね。ギミック対策できてない僕が悪いです。すいませんすいません、ほんと冗談です。今の切れてる演技なんでね、ガチで切れてません。はい、ただちょっとロックス先輩は苦手ですね。正直先輩にいてほしくないタイプ。あの先輩だから気使って、あ、ロック先輩おはようございますって言うけど、ほんとはお前かかってくんだよカスって思ってるタイプの先輩。こいつ当てはまってるわ。そこが組みます。だよなー、足りんよなー火力。いやーマジきっつ、マジでほんまきっつ、マジでこれほんまきついんだけど普通に。え、倒しきるしかないとか、マジ正気。エンハン使ってご利用するしかないよね。いきます。いやーこれきちいぞ、はっきり言って。光組みます、木組みます、闇組みます。組めますかこれ、待って、組めます、組めないな。無効感組もこっちで。あ、組める組める。ナイス火力。これで火力上げて、追い打ちは組めないけど、無効感と光含んでるから、オーフェンが頑張ってくれたら倒せると思いまーす。ありがとうございまーす。お疲れ様でーす。やったみんな。しゃあ、勝つぞ。やっと俺はロックスを超えたんだ。感じで、追い打ちと10コンボ組んで火力で倒していきます。まずは一旦これでフェンリルの火力入ってるんで倒せると思うんで、とりあえずこれで倒していきましょう。あーやった、ごめんみんな。あー耐えた、よしよしよし、耐えたら俺の勝ちを、はっきり言って。フェンリル使えるからね。猛毒目覚め消して、そっか、闇2コンボじゃ足りないんだね。ロックスが全部あるよマジで。いや火力足りるから渋いな。でももう無効感組むしかないんで、無効感組みますね。いきます。いや結構これシビア、いけるかな。もう絶対実況は組むの絶対で、こうで闇作ってほしいとこで。ナイス、あーミスった。まあでもいいや、とりあえずこれで闇の落とし入れて9コンボは確定。いや実況なしか、シビア。どうだ、ナイス。まあまあまあ、あのね、ロックスが来たらね、立ち回りがガラッと変わるのはいつものことだから、もう今更なんで皆さんも気にしないと思います、多分。ヘンリル打ちまして、エネルギーガンで打ちましょう。無効感ワンパンあるかな ?1 ターン耐久は絶対で。あんちゃんねえかな。あ、何してんの俺、え、バカじゃん、え、俺単純なバカじゃん。あ、でも溜まったからいいや。いろいろ溜まったわ。単純なバカだった今の。まあ気にしないでください。キバガミかなあ。あー残んないかやっぱり。でもまあ正味ゴリ押ししかないんで、エルミも打ちます。で火力で言うと45倍かな、45倍です。あとはもう完全に根性の勝負いきましょう。ワンパンできなくてもいいんだよね別に。いきます。一番嫌なのがすげえ中途半端に削って発狂食らうことかな。これこう組むじゃん、分割して闇3コンボにすっか、そっちの方がいいな。でこれで無効感含んで7899コンボ、どう、2億1億。あー最悪だ、一番やっちゃダメなことしました。こんにちは、耐久します。
はい、まあ耐久はできるんですけどね。じゃあここはエレメイ打ってネルギガンテでいいかな。はい、エレメイ打ってネルギガンテ打ちましょう。はい、ネルギガンテ打ってエレメイ打って、これで向こう側組んで倒していきます。じゃあ行きましょう。まあね、ロックスが来るとね、どんなパーティーも基本的には弱くなると思いますが、特にこのパーティーは結構ネル2枚積んでるんで厳しかったですね。ただまあそれでも耐久できるぐらいの耐久力はね、オーフェンのスキルも組み合わせれば持っているので、まあ少しは安心感はあると思います。はい、じゃあ闇の3倍エンハンスからの10コンボですね。本来はどんぐらい軽く出るかっていうのを見てもらってね、終わろうと思います。はい、こんな感じで組んでもらえれば、はい、8億7億8億って感じで出ます。なので強いんですが、あのロックスが来るとほんと弱いんで、そこだけは頑張ってくださいという感じで、よろしければチャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイ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 長えよ。はい、13コンボナイス火力、バイバイ。